皆さん、こんにちは。富士日本語学院の地下先生です。まだまだ世界中でコロナが流行しています。なかなか旅行へ行くこともできないですよね。家で過ごす時間が増えた人も多いと思います。そこで、皆さん、今日はお家でベトナム料理を作ってみませんかベトナムで有名な生春巻きを紹介していきます。まずは材料です。 きゅうり、人参、小ネギ、サニーレタス、エビ、豚肉、春雨、そして大切なライスペーパーです。中身は何でも OK です。好きな野菜や肉、何でも入れてライスペーパーでくるっと巻いちゃいましょう。それからソースに使うナンプラー、水、 レモン半分、ニンニク一かけら、砂糖も準備しましょう。それでは早速作っていきます。きゅうり、小ネギ、人参は細長く切っておきます。エビ、豚肉、そして春雨は茹でておきましょう。そしてサニーレタス、きれいに洗って適当な大きさにちぎっておきます。 簡単これで準備は OK! ライスペーパーを水にくぐらせて戻します。野菜や春雨、肉、エビを包んでいきます。具を入れすぎても少なすぎても形が崩れてしまいます。ライスペーパーが柔らかくなってしまうので素早く包んでいきましょう。次にソースです。 ナンプラー1に対して水を3入れましょうそこにレモンを半分絞りますにんにく1かけらをみじん切りにして加えますそこに砂糖を少々入れてよく混ぜますこれでソースの出来上がりさあここからは「巻き巻き選手権」誰が綺麗に巻けるでしょうか どうでしょうなかなかの出来栄えです。皆さんも家族や友達とやってみてくださいね。できたらみんなで、はい、いただきまーす。皆さんも今日はベトナムの生春巻きでベトナムへ行った気分を味わってみてはどうですか次はどこの国の料理でしょうお楽しみに